my family hook off to your clan. Mä en varmaan kyllä tykkään nyt tästä tilanteesta yhtään. ああ、随分待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。ああ、キリ。クイゼ。マラヨフタヤ。申し訳ありません。クゼの兄貴。こんな昼間から道場組の幹部が幹部揃えてお前を呼び出したりよ。わかるよな。 パトリアルクエンコ。カムロ町で使った死体の件ですが、やっぱりてめえか。これはゴルドゴルじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴、お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？ 東国理事との社長で。いや、あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえってさっそく逃げ打ってやがったがな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はっ、ちんけな金貸しとはいえ 同情するぜ。まあ、そんなことはどうでもいい。理由がどうあれ、敵をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが、ちょっと待ってください。俺は自宅で済んじゃねえ。安心しろ、敵取って相手も借金まみれのクズだ。クソイ飯石屋1年食えば事は収まる。78年な。捕まれた。 なあ、殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな、面倒なことをしてくれたもんだ。 Nyt ei kunniakukko laula kyllä. Ano pasotte. Douyu imiska? Toboken ja nee wa. Omee ga shitai o sutete itta basho da. Oi Kiryu. Omee yori niyotte nande ano basho de yattan da? Eh? Ina. Masaka Kazama no Kashiro no shiji itte wake ja nee yo na. Oyasu-san no shiji itte? なんで親さんの名前が出てくるんですか。聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。えそれに、チャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。 俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切り積もるってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえがな。本当ですか。その話だね。ケセンポアラ。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。 本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。大丈夫とはね、ベランキスクエアを。
間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。いったく荒揚げしやがって。ええな、tietenkään uskon。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。おう、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんす。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっていうのは事実だ。しかも場所は場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ。答えは一つだろう。Isällinen taputus. Ja antaa tulta tietysti. Vanhemmalle. Tätäkin on jakutsa tatuoinut. Nani ga nanda ga wakanne ette tsura da na. He.例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとか。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。Tämä nyt hidastaa sitä, että tietysti jos se on tapettu mies sillä maalla, niin se on huomion keskipisteenä. だが、その場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ、地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。それが、おやすさんとどんな関係が。あの一つにはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつには、とっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな、うん、だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。カプテンはリンナッサにガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ敵をぶち殺しちまったとあっちゃ、きっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはさつに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。
殺には今日中に実施しろよ。それと円弧詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。ピッコフサルミラッテ。Tyypillä on vähän ongelmia. No. Yes. そうだな。Yeah!
Sehän lähti kun Annikki tähti. Ja kutsu. Properi ja kutsu. Just. Uusia taitoja. Jaha, näin oli kättä pidempään niin sanotusti. Orikunnoa. Dōjima gumi no Kiryu Kazuma da. Doko Credit no shachou ni ore o hameta rei o ii ni kita. うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、キリュウさん。じゃあ、お前ら半殺しにして、会う気にさせてやる。この人数相手に、あんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンピラー！
vielä pelittää. Katsotaan sitten koko toimisto tämä. Taas vähän sitten, kun mä oon hakannut huoneisto. Sinjirarene! Masaka kokomade tatori tsukka jo! Ja sinä on pistooli. Ato wa anta dake da, shachou. Jikkuri hanashi wo kikasete mora. Hanashi? Nan no hanashi da? Imasara toboke datta jikan no muda da. Naze oru hameta? あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった！全部話す！だから、ちょっと待ってくれ！俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、クゼの兄貴。まさか、あんたが俺を。何の話だ。ねえ、社長さん。おま。義龍。お前何やってんだよ。あ、殺に実するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。ottaa kilpailijan miehen. Ore. Jonkinlainen tapa, mistä mä en ihan tiedä. Umezo, sore. Ii kikai da. Omae to wa ichido hara watte hanashite to omotte ta kara yo. Omae to Nishikiyama孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、
風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか、うん、おめえと錦山の大金ポイントでやる頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや俺が次の若頭、堂島組の後目。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻ん中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。ああ、あの人はまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。例の殺しの真犯人も渡している。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。みんなはパッとしてるのは。Yleisin tehtävä tässä pelissä. Etsi puhelin. Kaksi milliä maksaa. Päivitetään tätä rush-tyyliäkin. Varasta katumäkivaltaa.
調子乗ってました。私はクズです。よかったじゃん。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？リットライね。クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは、何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。